どうも、こうきたこゆき大阪です。昨日の動画で、フランキーのモデルが千原ジュニアっていう話をしたんですけど、一応その続きになります。そんなフランキーとドレスローザで戦ったセニョールピンクのモデルは、剣道小林と考えています。ワンピースに散りばめられてる芸人オマージュ考察やっていきます。お笑い好きの友達とかにぜひ共有してくれたら嬉しいです。継承略で剣コバと呼ばせてもらいます。剣コバといえば、おとんは猿の頭蓋骨で酒飲んでたとか、8歳まで虎に育てられたとか、母親はノーパン書道教室開いててとか、ボケのこの種類がセニョールピンクとめちゃくちゃ似てるわけなんですよ。想像できるかなと思いますけど、ここでも俺たち血まみれになったんで、路地裏に転がってたブランデーで消毒しましたよ。昼飯食ってたらおしぼり置いてへんかったんで、横の女性のブラジャー踏ん張って拭きましたわ。その辺の靴磨き少年からブラシ貸してもろて歯磨いてみたいな。これ全部セニョールピンクのギャグなんですけど、めちゃくちゃケンコバで脳内再生できますよ。これをハードボイルドとして描いてるわけなんですけど、まずなんで赤ちゃんの格好をしてるかというと、2011年のアメトークでケンコバ持ち込み企画があって、それが赤ちゃん芸人ベイビードンクライ。これアメトーク史上トップレベルで面白くてカオスな回なんですけど、セニョールピンク登場がだいたい2014年で、登場の3年前になるんで時期はちょうど良くて、おそらくこの企画から小田先生はオマージュしてます。これはもう断定してもいいかなと思ってます。セニョールピンクの前にレッツベイビーって書いてますけど、後ろになんて書いてあるか知ってますか？これドントクライなんですよね。さっきも言ったみたいに赤ちゃん芸人じゃなくて、赤ちゃん芸人ベイビードントクライなんで、それが書かれてます。剣道小林の名前の由来は、剣道長崎っていうプロレスラーの名前というか、覆面レスラーのまあ名前で、小田先生もプロレス好きなんで、剣コバを通じてこっからも要素を持ってきてるんですよね。剣道長崎っていうレスラーの中の人はピーター・ソーンリーって人らしくて、得意技がバックドロップとダブルアームスープレックスを、まあ、背負ってなんか後ろに落とす系。これがセニョールピンクの技のニャンニャンスープレックスで表されてる。何回もフランキーにやってましたよね、これ。一応剣道長崎の触れ込みというかキャッチコピーが、謎めいた過去と催眠術の能力を持つ日本の侍ってなってて、催眠術はないんですけど、セニョールピンクにも過去のエピソードが挟まれてましたし、それをフランキーがこう気になってるのが、まあある意味謎めいた過去になってて、ドレスローザ襲撃の時のセニョールピンクよく見てほしいんですけど、なぜか真剣持ってるんですよね。剣道小林からでもそうやし、剣道長崎が剣道で真剣持ってるから、セニョールピンクも真剣持ってると思います。むしろここだけしか持ってなかったんで、なんでここだけ持たせたって違和感はやっぱりあって、まあ、剣道から来てるってことで解決でいいんじゃないかなと僕は思ってますね。ちなみに剣コバのお父さんは金融機関で働かれてて、セニョールピンクの嘘で出てきた職業銀行マンってあったと思うんですけど、あれは剣コバのお父さんから取ってるんじゃないかと僕は思いましたね。セニョールピンクの元懸賞金は5800万ベリ。懸賞金は語呂合わせできがちなんですけど、おそらくコバってことです。エロとプロレスと男気と赤ちゃん。細かい要素で繋がってて、剣コバがセニョールピンク。二ケツっていう番組があるんですけど、それがジュニアとケンコバが完全フリートークする、いわゆるストロングスタイルの番組なんですよね。読売テレビの二人で芸人のトーク番組っていうと、ずっと歴史があって、この二ケツももちろん超人気番組。これがフランキーとセニョールピンクがぶつけられてる理由だと思います。ダサく言うと、なんかトークの殴り合い、素手のお笑い殴り合いみたいな。ことで、例えばオープニングの背景も殴り合う二人になってて、ケンコバはプロレス好きで、ジュニアはボクシングが好きっていう、一応分かれてて、どっちも格闘技自体は好きなんですけど、ケンコバはプロレス、ジュニアはボクシング。だから二人の戦いの最後の技が、セニョールピンク、ニャンニャンスープレックスベビーバスター。それに対してフランキーは、
フランキーアイアンボクシングっていうプロレスバーサスボクシングになってる。別にジュニアとケンコバが仲悪かったり喧嘩してたとかはないけど、二血対決になってるからこそ友情が芽生えるような終わり方になってるし、全体的に笑い要素強すぎの対決になってたんだと思います。それが775話、ルシアンに愛を込めての回で決着がつくんですけど、その回の扉絵を見るとみんな二血してるんですよね。やっぱり扉絵とその回の内容はリンクすることがこっからもわかるし、めちゃくちゃおもろいストーリーかつこんな遊びを仕掛けてくれるワンピース、おもろすぎません？こうなると逆説的にもフランキーイコールジュニアの信憑性もまた上がるんじゃないですかね。しかも言ってしまったらドレスローザの位置対決っていう細かいところにジュニアとケンコバっていうこの強いのを置いてるってことは、例えばシャンクスが誰かとかマッチャンが誰かとか、もっと大きい枠組みの芸人のことはやっぱりお前されてるよっていうのもなんか見えてくる的な。ケンコバがセニョールピンクっていうのは割と直感でも感じれることやと思うし、実際にワンピースとコスプレのコラボイベントでもケンコバがセニョールピンクのコスプレをしてて、それ見てもらったらわかるんですけど、まんまセニョールピンクなんですけど、一歩踏み込んで考えてみるとさらにここまでいくつも仕掛けが張り巡らされてたって話でした。ただセニョールピンク一個浮いてる要素ありません？スイスイの実の能力、ケンコバが水泳部やったとかもないし、水泳番組もやってないんです。なんでスイスイの実なんだって気になって仕方ない人は、ケンコバ、ピンク、漫談で検索してもらって、ケンコバの顔を見たら答えがわかります。あ、もしかしたら動画も出てくるかもしれないんですけど、それは自己責任でお願いします。今回は以上です。お願いします。